ガクちゃん、さらに前回の続きです。それを食べなくなった人間って当然マグネシウムが決定的に不足してるんで便秘になるんです。人って骨が主食なんです。物を見た瞬間太るんです。なぜ便秘するかって問題があるんですけど、便秘だよね一体違う、はい、便秘なんだよ。もともと人って骨が主食なんです。ちょっと前まで骨髄主食仮説だったんですね。骨が主食じゃないかって言われてたんですけど、去年実はイスラエルのテルアビブの洞窟で証拠が見つかったんです。要は骨が石で削られる生きた缶詰だったんです。骨髄は常温において9週間持つんです。折れた骨が出てきたり、石が出てきたのは肉を食べた後に骨が残ってたわけじゃなくて、骨が主食だったんです、人は。最高の保存食だったってことですね。保存食。生きた缶詰なんです、自然の骨が。それを食べなくなった人間って、当然マグネシウムが決定的に不足してるんで、便秘になるんです。人類学があるからこその生化学で、両方からこうやって追い詰めていくと、サバンナの400万年の適応っていうのは無敵なわけです。だから、人類学と、代謝なり生化学なりに最新の知見をぶつけていけばどっちが嘘か分かるんですよね。面白い話だね。だマグネシウムをちゃんと大量に取ろうよと。でマグネシウムを吸収するときは当たり前だけど、その pH っていうものがあるから必ず空腹で取ろうよと。空腹じゃないと胃酸は中和されちゃうじゃんって。したら植物食べた後食後食べたら危ないじゃんっていうことですよね。空腹で必ず取る。でマグネシウム取るときは鉄との吸収が悪いからマグネシウムと鉄は一緒に取らないとかね、時間を空けろって話ですね。時間を空けろって話ですね、金森さん的に3食食べるとどうなるか、うんうん、1食だけで済むんだったらどうなるかっていうのを話してもらってもいいですか。はい、実はね、1日同じ分量を3回に分けてバランスよくね、規則正しく食べたデータ、そして1日朝だけとかドカ食いしたデータっていうのがありまして、まさにこれは介入試験っていうものなんですけど、エビデンスレベルが高いものなんですけど、1日1回でドカ食いした方が明らかに脂肪は減っていきます。そして痩せます。なぜならば糖質制限の問題点っていうのは血糖値によるインスリン反応だけを見てるから。で結局全体の 23% っていうのは血糖値反応ですよ。だからよくサッカー選手つけてますけど、フリースタイルリブレっていうので血糖値を測定していらんもん食べないっていうのをやってますけど、残りの 77% っていうのは頭層っていう頭の層って書くんですけど、物を見た瞬間太るんです。物を見た瞬間ですよ。よくグルメの動画とか、太ってる女性の人でスイーツとかのやつよく見るじゃないですか。あと大食い選手権見るじゃないですか。物を見た瞬間に視覚刺激、嗅覚刺激、味覚刺激によってインスリンが出る。それが一つ。それからもう一つ大きいのはインクレジン反応って言って、お腹に物が入ったら全量吐く、摂食障害の方、全量戻ししても太るの当たり前なんです。物が入った瞬間に太るんです。それが何で分かったかっていうと、ブドウ糖を血管から入れた場合と口から入れた場合で、口から入れた場合は先にインスリンが出るんです。吸収してないんですよ。で、お腹の中入ったら余計出るんです。つまり血管だと胃のインクレジン反応がない分、インスリンは低いけど、物を入れた瞬間に全量吐き出しても、だから過食応答の人は吐いても無駄ですから。全量出るんです。だから、残りの 77% のインスリン制御を考えない限りにおいては、糖質制限は片手落ちなんです。なぜそれが僕気づいたかっていうと、サバンナにおいてサンドサンド餌がバンバンバンと降りてきます？獲物が。取れないでしょ。なんなら1日2日獲物取れないでしょ。取れない時あるよ、絶対。まあ毎日取れるわけじゃないですか、ね。取るわけじゃないです。狩猟なわけですから。狩猟なんで。取れる時取れない時があるってことですよね。うん、そんなことでね、人間がサンドサンド食べないとフリーズしてたら、そんなポンコツこの地球から今いません。だから今言ったその代謝と人類学っていうのはぶつけて考えないと、必ず人類学って視点でどっかしらおかしいって考えてる。だから一回油が燃え出すと、実は体内のグリコーゲンってたかだか2000何百キロカロリーしかないんです。体の中のね、糖を燃やすグリコーゲンっていうものはないんですけど、何万カロリーっていうものが、はい、あなたのお腹の贅肉として残ってます。
なのでそれを燃やすっていうことを考えるためには1日1食でいいんです。それが論文が示すデータでもあり、サバンナの摂理でもあるんです。あ、面白いですね。今世の中にはいろんなプロテインが出てるじゃないですか。出てますね。まあ、大豆性プロテイン、まあ、カゼインもありますし、はいはいはい、動物性プロテインもあるじゃないですか、はい、仮に金森さんがどうせプロテイン取るんだったらこっちがいいよ、こっちの方がマシだよっていう選択肢があるとしたら何ですか。あの、オケの理論ってありましてね、アミノ酸って一番欠けてるもののとこまでしか使われないんです。それを超えるものっていうのはオケの理論でいうと全部オーバーフローしちゃって単純に太る原因になるんですね。だから植物性か動物性かっていうと、人が本来取ってたもの、アミノ酸っていうのは動物から取ってたので、動物性のホエイとかの方が、あの、植物、大豆のソイとどっちがいいかって言われるとまだいい。ただあの EAA っていうものがありますけど、その必須アミノ酸、はい、必須アミノ酸ですね、9種類の、はい、その必須アミノ酸だけ取っていけばいいかっていうと、必須アミノ酸を取ると今度足りない非必須アミノ酸に使われちゃって、 EAA の方が通常の非必須も含めたプロテインよりもインスリンが出るから、より体に良くない。負担がかかるってことですか。負担がかかります。サバナにおいてダイレクトな EAA なんか存在しないですからね。なるほど、はい、じゃあ逆に EAA を取るんであれば、EAA の必須アミノ酸を今もう出てるじゃないですか、はい、出てますね。で EAA を取るんであれば、逆にこれは取らなきゃいけないよってものはあるんですか。いや、だったら普通 の、 あのプロテインの方がまだいいと思います。あ、なるほど。で、あのインスリンのデータ、分泌データありますけど、 EAA の方が圧倒的に高いんで、はい、まだ普通の非必須も入ったプロテインの方がいいのかなと思います。なるほど。要は全体を含んでいる、いわゆるその EAA だけを取るんじゃなくて、 EAA とか BCAA とかじゃなくて、なくても要は必須アミノ酸と非必須アミノ酸が入っているプロテインを取った方がまだいいよ、はい、とは思います。っていうのが、アミノ酸自体で非必須って言われるものが非必須かどうかわからないって話もあったりするんです。例えば必須アミノ酸じゃないものが非必須アミノ酸って思われてるかもしれないですけど、実は違ってて、タウリンっていうタンパク質の構成要素、筋肉の構成要素ではないアミノ酸があったりもして、それでまだ世の中のアミノ酸がどうなってるのかって今は分かんないこと、まだ未知だってことですね。未知です。だから非必須がすごい影響力があったっていうのもあり得るので、うん、とりあえず全部取っとけって話ですね、うん、取るならってことですね、はい、なるほど。ここ結構勉強になりますね。僕も最近 EAA のプロテインが世の中にバッと出回ってるんで、割と出ましたね、はい、なので最近トレーニングの時とか飲むんですよ、はい、EAA を。でも実際にそれがどれぐらい体に効くのかって、実際自分の体で試さないと分かんないと思ってるんでやってるんですけど、つい最近じゃないですか EAA って出始めたのが。まだどれだけ その作用があるのかとか、まあ吸収速度が速いか下痢するとか、まあ、いろんなものあると思うんですけど、分かんないです正直。分かんないですね、はい、試すしかないなと思って今試してるんですけど、はい、あの BCAA もそうですし、はい、そうっすよ。皆さん、あの人工甘味料って最近になって毒性が分かってきた、まだ 2,30 年しかないので、人工甘味料太んないとかカロリーゼロだとか言う人いますけど、正直分かりません。あと人工甘味料でもインスリン出ます。なのでカロリーゼロでも危なかったりする。で EAA って多分去年とか一昨年出たばっかりですよね。そうです、去年ぐらいにバッと上がったんですよ。バッと来ましたね、はい、その前 BCAA でした、はいはい、なので正直まだ誰もこうある程度長期的に安全かどうかっていうのは分かりません、まあ、体を張ってボディービルダーの方たちを試しているって感じですね。時代受験してますね、はい、まあ、僕もその中の一人なんですけどね、はい、今どれぐらい取ってるんだっけな EAA は。1日で1回で29グラム2回。結構いってますね。大体今僕がタンパク質を取ろうとしているのが1日120グラムですかね、はい、120グラムぐらいのタンパク質は取ろうとちょっとやってます。毎日筋肉取るんですか。やってま す,、はいやってますはい、必要ですね、はいはい、逆にやらないと細くなっちゃうんで、はい、やるようにはしてます。正直甘いじゃないですか飲み物そのものが。人工甘味料入ってるからですね、はい、そこにもやっぱ違和感感じるんですよ。ありますね。ただそれが自分の体にどう反応するのかを自分で試さないと分かんないなと思ってるんで、はい、やってはいるんですけど、あの甘みってエネルギー向上性っていうのがありまして、甘いと基本お腹いっぱいになりそうじゃないですか。ところが甘くてもならない場合、その食欲のバランスが破壊されるんですよね。
だから人工甘味料の危険性ってそこら辺にも理由があるんじゃないかって言われてて、脳が感じるものと実際に入ってくるエネルギーのバランスが崩れるから人工甘味料って危ないんじゃないかなっていう話。例えば果物を摂ることはどうですか？果糖は実は血糖値を上げないんですけど、代謝の過程がダイレクトに太るようにできてるんで、正直果糖は僕はおすすめしないですね。例えばその糖の中でも果糖諸糖あるじゃないですか、はいはいはい、果糖を食べることにおいて果糖が必要だっていう人もいるじゃないですか。いますね。例えば蜂蜜だったりも必要だっていう人もいるじゃないですか、うん、そもそも砂糖と果糖は根本的に違うっていう人もたくさんいるじゃないですか、はい、それに対してはどう思って。その果糖自体を純粋に摂るとさっき言ったように血糖値上がらないですけど、ダイレクトに太ります。そして果物がいいんじゃないかっていう人は、果物に含まれる他の抗酸化物質だとか、あるいは他のビタミンみたいなものを考慮して全体的にいいっていうわけで、究極的にいいんだったら別に糖が入ってないビタミンミネラル摂取した方が確実ですよね。なるほど。あ、何でもそうなんです。油でもそうなんです。オメガ3があって、オメガ6があって、例えば飽和脂肪酸があって、一つの食べ物って、いろいろな脂肪酸組成があるんですけど、にもかかわらずなのか、それとも、それだけを取るのかっていう違い。多分他のそのミネラルを全くサプリで取ってない人にとっては、果物って、貴重なビタミンとかミネラルの摂取源になり得ますけど、すでにそこら辺の代謝がちゃんと分かってて、サプリを取ってる人にとってはただ単に太るだけかなと。犬って骨を食べることで精神が安らぐんです。元々のそういう骨を食べてたね、狼の子孫なのに柔らかいものばっかりやってるとやっぱ心もすさんでくるんで、なのでそれと同じで、やっぱり人も人が本来食べてたものになるだけ近いように擬似的に再現してあげるのが一番いいのかなと思います。なるほど。その話面白いですね、うん、それはそうですよね。いや、今日は本当になんか面白い話がたくさんできて、僕自身で勉強になりました。僕も結局、20歳からずっとサプリを取るようになって自分でバランスを取ってやってきたんですけど、やっぱり未だに疑問が多いんですよ。まだ答えが出てないっていうか、はい、ただ自分の中でやってきたことが間違ったのかっていうと僕はそうは思ってないですし、ただ全てが正解だともやっぱ思ってないんで、これからも金森さんの書かれることや出されるもの情報もチェックさせていただいて、自分で取り入れられるところは取り入れて、はい、あと自分の中でこれがいいんじゃないかと思うところはまた情報共有させていただいて、はい、ぜひこれからも長いお付き合いができればと思います、はい、チャンネル登録、高評価よろしく。